マニラの戦い。マニラの戦いは、第二次世界大戦末期の1945年2月3日から、同年3月3日までフィリピンの首都のマニラで、行われた日本軍と連合軍の市街戦のことを指す。日本軍は、敗れ、3年間に及んだ、日本のフィリピン支配は幕を閉じた。70万人の市民が残留したままで行われた、戦いは、太平洋戦争では、 最大規模となる紫外戦となり、十万人の市民が巻き添えで死亡した。1944年、昭和19年10月、アメリカ軍を中心とした連合軍はフィリピン学会に着手し、日本軍はレーテ沖海戦で敗北した。同年12月までにレーテ島の戦いでも日本軍が敗れると、ルソン島への連合軍の上陸は時間の問題となった。 連合軍はマニラ港の補給拠点としての利用という軍事的目的と首都及び捕虜収容所の解放という政治的目的からマニラ奪還を重視していた。日本陸軍はフィリピン守備隊として第14方面軍をルソン島に配置していたが、その司令官山下智之大将は司令部を首都マニラからルソン島北部のバギオに移動して、 ンヤでの長期時給を図る方針。マニラについては、日本軍のフィリピン侵攻時のアメリカ軍の対応と同様に無防備都市宣言することを検討していた。マニラの放棄は市民の被害を避ける目的もあった。短期間に全市民を避難させることは不可能と判断されていた。この第14方面軍の方針に従い、マニラを含むルソン島南部地区担当の新部集団は、 マニラ防衛隊、司令官、小林隆陸軍少将を、野口隊など三個大隊だけを除いて、マニラ市外から東方山地へ退去させた。だが、大本営陸軍部は、マニラの放棄には同意しなかった。現地でも第四航空軍、司令官、富永京次陸軍中将は強硬な、マニラ支守派であった。海軍もマニラ放棄に反対し、マニラ駐留の、 第31特別根拠地帯、司令官、岩渕三次海軍少将を機関に、冷凍機械製やマニラワイ空襲での沈没艦の乗員、最上生存者、約600名、熊野生存者、約500名、基礎生存者、約400名、鈴屋生存者、約200名、その他に武蔵、明けぼ初春、若葉、沖波、早島、も、インドなどなどを集めた、 海軍陸戦隊、マニラ海軍防衛隊、魔界棒を編成し、紫外戦の体制を作った。海軍が紫外戦を主張した理由は、マニラの港湾施設の戦略的価値、物資の山岳地帯への搬出が、未了、海軍将兵は、野戦訓練に不安があったことなどであった。ただし、海軍のうちでも、現地の南西方面、艦隊司令長官大川内伝七中将は、 第十四方面軍の方針に同調しマニラ放棄に賛成であった。もっとも富永教授中将は1945年1月6日にアメリカ軍がルソン島に上陸するとその日のうちに第四、航空軍のマニラ撤退を独断で命令し実行したため大混乱が起きた。富永中将はその後山下大将の承諾を得ずに台湾に移動した。結局、 マニラの無防備都市化は実現しなかった。マニラ海軍防衛隊は、当初は約2万6千人の海軍軍人、軍属を有していたが、兵器の大幅な不足から戦力化できなかった約1万人を、北ブルソンのカガヤンなど他地域へ移動させていた。戦闘直前の2月3日にも、兵器製造などを行っていた6千人、ほぼ非武装を東方山地へ脱出させたため、 戦闘となった時の兵力は約1万人であった。マニラに残った海軍将兵は陸戦隊7個大隊に再編成されたが、そのうち本格的な地上戦訓練を受けていたのは第31特別根拠地帯の陸上警備会補中隊のみであった。また、マニラ海軍防衛隊指揮下には野口活動陸軍大佐の指揮する野口部隊、 臨時不評2個大替機関など陸軍3個大替約4300人が配属されたが、これも在留法人からの現地招集が大半で、戦力発った。陸海軍部隊合計で、広角砲43門と、対空機銃250門、関西砲弾流用の分身砲6門、迫撃砲、不評砲46門を装備していた。日本側の守備体制は、バエ ラグナ湖方面に陸軍1個大隊、ニコラス飛行場に陸戦隊1個大隊、マニラ東方のサンフアンと東南方、ホートマッキンレイ、現在のマカティシ、ホートボーニフシオ、日本軍古将、桜平衛に各陸戦隊1個大隊が配置され、残り陸戦隊4個大隊、陸軍2個大隊が市内中心部と港湾部に展開した。 マニラ湾は1944年11月13日に、米空母機動部隊艦載機の攻撃を受け、マニラ湾空襲、停泊していた、軽巡洋艦基礎特築艦初春、アケボノ、沖波、周宗が沈没もしくは、大破着底状態となり、その他に停泊していた、輸送船数隻は壊滅した。マニラ港の港湾設備は1月6日から、破壊作業が進められ、 1>, 1月中旬に、ほぼ完了した。マニラ湾の残存官邸、霞、初霜、朝霜、塩、竹は1944年11月13日夜に、ブルネー脱出に成功しており、校内には、日本側の艦船はほとんど残っていなかった。2月当時、マニラ市内には、約70万人のフィリピン人市民が残っていた。1945年1月に連合軍は、 ルソン島に上陸し、2月3日、アメリカ陸軍第14軍団、第1機兵士団と第37不評士団がマニラ地区へ突入し、その日のうちに連合国民マウトの収容所となっていた、セートマス大を解放した。市街地に立てこもった日本軍に対し、アメリカ軍は徹底して砲爆撃を加えた。これにより、市街地は廃墟と化した。アメリカ軍の支援を受けた。 フィリピン人ゲリラ約3000人も戦闘に参加した。マニラ港内に残っていたわずかな日本側艦船は脱出を試み、2月7日、苦戦特務艇などの小艦艇7隻が成功した。しかし、宝冠唐津は2月5日に港内で自沈処分され、その他小型艇1隻も自沈した。2月6日から3不安で、 本格的な戦闘が始まったが、守備していた日本軍陸戦隊一個大隊は、わずか三日で改装した。陣頭指揮を取っていた、大隊長の西山貫六隊ら幹部が死傷すると、部隊全体の人的損害は、比較的軽微であるにもかかわらず統制が、失われてしまった。マニラ南西のナスグ部方面にもアメリカ陸軍第十一空挺師団が上陸及びパラシュート降下し、 途中で日本側の富士兵団霊下の不評を第31連隊第3大隊を撃破しながらマニラへ侵攻した。2月6日にマニラ海軍防衛隊は以下の報告を打電した。市中心部と港湾部にもアメリカ軍が突入した。マラカニアン宮殿は激戦地となり破壊された。南からのアメリカ第11空挺師団は2月11日にニコラス飛行場を占領し、 13日には北部からの第14軍団と接触した。日本軍は観光庁などの強固な建造物によって抵抗したが、方位下に陥っていった。日本側の第14方面軍や南西方面、艦隊司令部などはマニラ海軍防衛隊の撤退を実現しようと、なお努力していた。岩渕少将も命令に従って2月9日に、 マニラ市内からフォートマッキンレイに司令部移していたが、市内諸部隊の脱出が困難な状況を見て、11日に司令部を市内に戻してしまった。連合軍の戦力を過小評価した新部集団本隊は、撤退支援と指揮公用のため、不評第31連隊主力などの6個大隊を持って総攻撃に出たが、首相600名以上の損害を受けて18日までに、 撃退された。19日には、フォートマッキンデーも陥落し、市内の日本軍は、完全に孤立した。2月14日に、岩渕少将はこの戦いにおける戦訓を打電した。内容は勝手に陣地を放棄する、指揮官が多いこと、寄せ集めの即席部隊はゲリラにも劣る豪の衆、などであった。2月24日、 岩渕少将は拠点を死守する胸の決別令を発した。25日、市内の日本陸軍部隊はついに一斉脱出を試みたが、途中の戦闘で野口大佐と二人の大隊長は戦死した。翌26日に岩渕少将もできる限り部下を脱出させた後に司令部で自決した。3月3日、アメリカ軍はマニラでの戦闘終結を宣言した。 戦前米軍の要塞があった、コレヒドール島には海軍の守備隊が置かれていた。これに戦艦、武蔵や巡洋艦、キノの生存者や信用艇部隊などが配備され、マニラ湾口防衛隊が編成された。人洋はコレヒドール島に4500人などであった。1月下旬よりアメリカ軍は連日にわたり爆撃を行い、信用、 低100隻以上防湿のほか、28日に火薬庫の爆発を起こして死者300人の大損害を負った。一連の空爆で投下された爆弾は3200トンで、この量は南西太平洋における最大密度の爆撃であった。2月15日にマニラ湾に侵入してきたアメリカ軍の上陸集停部隊に対して、 新洋艇部隊約三十六隻による攻撃が行われた。米軍の終艇は日本側の記録では二隻、アメリカ軍の記録では三隻が撃沈されたという。これが現在確認されている新洋特攻隊の最初の出撃と戦果である。十六日にアメリカ軍の上陸部隊はコレヒドール島に上陸し、二十日にはほぼ制圧された。二十三日に 日本軍守備隊は、要塞の地下施設の一部を爆破して、地上の米軍を撃滅しようとしたところ、先の誘爆事故の影響で、地下トンネルが損傷していたため爆風が、残込み部隊の待機していた豪まで波及たため400人が死亡した。24日には撤退命令が出されたが250名が捕虜となったのみであった。3月2日に、マッカーサーがコレヒドル島に上陸し、 正常期を掲げた。これヒドール島の隣の小島である、フォートドラムの要塞には、武蔵乗組委員65名からなる守備隊が牢状していた。4月14日、上陸した米軍が、守備隊を要塞内部に追い立ててから、通気口にガソリン混合燃料を流し込んで爆薬によって、爆破、鋼鉄製の防爆扉が、数百フィート吹き飛ぶほどの大爆発を起こした。要塞は、 数日間燃え続け、2週間後に米軍が調査した際には生存者はいなかった。日本軍の戦死者は約1万2千人、アメリカ軍の損害は戦死者1,020人と負傷者約5,600人であった。市民の犠牲者は約10万人と言われる。マニラ海軍防衛隊の残存兵力は南部に脱出し、新部集団の指揮下で古瀬部隊、指揮官、 フルセッキスエ軍大佐として再編成された。マニラ所在の捕虜収容所2カ所も解放され、連合軍捕虜約5800人を呼び、フィリピン人の囚人約3800人が無事にアメリカ軍に収容された。第14方面軍、公子翼中将らは捕虜を解放する方針を決めており、連合軍進行以前の早期解放も検討していたが、食料確保などを 心配した捕虜の反対があったために、連合軍部隊の到着を待って、引き渡しを行った。この後に、先般裁判にかけられた幹部らは、朝鮮人日本軍将校だが、当時は朝鮮及び、台湾の全住民は、国際法上日本国籍であり、多民族国家であった大日本帝国において、彼らが日本軍将校という事実は変わらず、校中上らは処刑された。連合軍は、 バターン半島とコレヒドール島の日本軍も制圧して、マニラ湾の安全を確保すると、再整備したマニラ港を平坦拠点として利用できるようになった。戦闘の結果、マニラ市の建物の多くが被害を受けた。イントラムロス地区の旧アメリカ大使館前に、残されている鉄製の旗竿には、おびただしい数の弾痕が刻まれ、当時の激戦を忍ばせる。損傷した建物は、 戦後復興の過程でほとんど解体されてしまった。また、政府庁舎や大学、教会などに収められていたマニラス創建以来の歴史的遺物も建物と共に破壊されてしまった。アジアスペインアメリカの文化が入り混じり、東洋の真珠とも呼ばれたアジア最初の国際都市の遺産は建築物も美術品もすっかり消滅した。これは今も フィリピンの国家的悲劇と言われている。日本軍は、マニラ市民から敵対的感情を持たれていると考えており、実際に、ゲリラ化した市民に攻撃されたため、外から迫る米軍と対峙するに際に挟み撃ちにされないよう、住民を大量に殺戮したとされる。上述の通り現地で編成した寄せ集めの部隊だった、ダメキリや指揮に問題があり、 住民への暴行や殺害が多々発生した。現地人だけでなく中立国を含む外国人の婦女への性暴力も行われた。米軍上層部は当初市民や都市基盤に被害を残すことを避けるため放火の使用禁止を命じてマニラ奪還に臨んだが、コンクリート製や石材製の建築物に立てこもった日本軍の激しい抵抗に直面した場からの要請により結局は、 規制を解除した。市街地への無差別砲撃などによる、マニラ市民への被害は大きく、マニラ民間人死者数の4割が、米軍の重砲美によるものだったとされる。市民の犠牲者について、単に市外戦の巻き添えになっただけでなく、日本軍によって、抗日ゲリラと疑われた市民が虐殺されたと、されている。山下大将は、市民虐殺についての責任を問われて、 マニラ軍事裁判で裁かれ、公主刑となった詳細は山下智之を参照。また、米軍のいたマニラ破壊を日本軍に転嫁するためとの見方もある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。